Your eyes tell me that you don't wanna leave just... こんにちは、ピカルです。今日の動画は GU の購入品を紹介したいと思います。はい、というわけで8月に入ってまだまだ暑い時期が続くんですけれども、今から買うならちょっと秋意識のお洋服買いたいなっていうところで、今から秋まで着れるアイテムを購入したので5点紹介していこうと思います。それぞれコーディネートと一緒に紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは大人かわいいスタイルアップコーデを紹介しています。ヘアメイク含めたトータルスタイリングを提案しているので、おしゃれになりたい方はチャンネル登録お願いします。それでは早速いってみましょう。スタート。はい、1点目がこちらのトップスを紹介します。オフショルダーティーのブラックを着用しています。サイズが S サイズで、お値段がなんと1290円と結構安めの価格設定になってますね。カラーが私が着ているブラックとオフホワイトとピンクの3色展開になっております。これは秋まで大活躍しそうなトップスなんですけど、最新コーデではスカートと合わせてエレガントな雰囲気のコーデにしてみたいんですけど、今デニムと合わせてこんな感じでカジュアルにも着ることができます。結構しっかり肩のラインが出るタイプなんですけど、ここまで出したくないよっていう方はちょっとね、こう上げて着ることもできます。こう着るとまた雰囲気が変わりますよね。これのいいなって思ったところが、素材がかなり気持ちよくて着心地がとってもいいです。かなり細めなリブ素材になっていて、伸縮性は抜群です。時間はクロップド丈になってるので、ちょっと肌見せになるかなという感じです。後ろから見るとこんな感じです。とにかくどんなお洋服にも合わせやすいので、どの色も全部使えるカラーかなと思います。かなりタイトなシルエットにはなるので、体にフィットしたお洋服がちょっと苦手っていう方は抵抗あるかなとは思います。1日着ていて一つデメリットだなって思ったのが、こう着ているとだんだんこうまくれ上がってくる感じがしました。気づいたらなんかすごいことになってるみたいな、ここまでではないんですけど二の腕が丸出し状態みたいな感じはよくありました。なので気づいた時にこうやって下げるっていう作業が必要になるかなとは思います。こういうオフショル着る時のインナー、よく質問いただくんですけど、私はこんな感じのブラトップを着用しています。ブラトップ手持ちでないよっていう方は、キャミの肩紐をちょっとずらせば着れるかなと思うので、こんな感じでも大丈夫かなとは思います。そして次がこちらのデニムです。バレルレックジーンズの67のブルーを着用しています。サイズは S サイズで、お値段が2990円でした。こちらが4色展開で、私が着ているこちらの濃いめブルーと薄めブルーとダークグレー、ブラウンの展開になってます。これはいろんなインスタグラマーさんが紹介してて気になっていたアイテムです。外に向かってカーブになっている形が特徴のデニムです。なので膝あたりに切り替えがあるデザインです。ハイウエストになっていて、結構腰回りとか足のところはゆったりしたシルエットになってます。でサイズ感なんですけど、オンラインのレビューを見てるとみんなちょっと大きめって書いてたので、私は今回 S サイズにしてみたんですけど、腰回りや足回りは全然問題なくて、若干ウエストが余るかなという感じです。ただ XS にするともしかしたら腰あたりがきつくなっちゃうんじゃないかなと思ったので、結果 S にしてよかったなと思います。ウエストの部分はベルトをすれば気にならないので、まあいつもよりワンサイズ下げるくらいで着るのがいいのかなとは思いました。ストレッチは全く効いてないけど、結構柔らかめのデニムになってます。後ろから見るとこんな感じです。はい、そしてお次はこちらのカーディガンです。ポインテールカーディガンのピンクを着用しています。私は S サイズを購入して、お値段が2290円でした。私が着ているこちらのピンクとブラックとナチュラルの3色展開になってます。いつも冷房対策とかに大活躍、薄手のカーディガンなんですけど、色味がとっても可愛くて購入しました。今の時期だと羽織として着用できるし、秋になったらこんな感じでトップスとしても着れるので、長い間着用できると思います。
ちょっと肌が見えるような感じになっていて、裾がスカラップになっているのがとっても可愛いです。クルーネックで首元はすっきりしていて、全体的にタイトなシルエットになってます。クロップド丈になっているので、1枚で着るとちょっとお腹が見えるかなという感じです。もうちょっとゆったり着たいよっていう人はサイズ上げて購入するのがいいかなと思います。後ろから見るとこんな感じです。羽織として着ても可愛いので、ちょっと前開きで着てみます。前を開けて着るとこんな感じです。首元がすっきりしてるので羽織としても使いやすいかなと思います。全部開けて着てもいいし、ちょっと上だけ留めて着てみても可愛いと思います。デニムと合わせてカジュアルに着ても可愛いし、クロップド丈でスカートやワンピースとの相性もいいので、かなり着回しが効くアイテムかなと思います。はい、そしてお次はこちらのオーバーサイズシャツを紹介します。オフホワイトの S サイズを着用しています。値段が2290円で、私が着ているオフホワイトとダークグレー、ブラウンの3色展開になってます。秋といえばやっぱりシャツということで、定番で使える白シャツを購入しました。オーバーサイズなので、ちょうどお尻が隠れるくらいの丈感になってます。 S サイズでもこんなゆったりしてるので、まあ、いつもと同じサイズか一歩下げてもいいんじゃないかなとは思います。素材もしっかりしていて、白なんですけど透けにくい素材ではあるかなとは思います。もちろん全く透けないわけではないので、インナーは同色系がいいかなとは思います。左胸にポケットがついていて、サイドにスリットが入っているデザインになってます。後ろから見るとこんな感じです。もちろんシンプルなトップスとしても使えるんですけど、シャツはなんといっても羽織としても使えますよね。前開きで着るとこんな感じです。ちょっと肩を落としてラフに着るのが可愛いかなと思います。シャツなのでこうやって前を縛ってアレンジしたり、ちょっと腕まくりをしてみたり、いろいろ着方があるかなとは思います。私的にはキャミと合わせて羽織る感じで着るのが好きなんですけど、皆さんは好きなシャツの着方ありますか？はい、そして前から気になっていたタックワイドパンツを紹介していきます。丈標準のタイプを着ていて、カラーがダークブラウンです。サイズは S サイズでお値段が2990円です。私が着ているブラウンとベージュ、ブラック、ダークグレーの4色展開になってます。 BU のタックワイドパンツはコメントでリクエストをいただいていたり、気になっていたアイテムではあったんですけど、ユニクロのタックワイドパンツをたくさん持っていたのでなかなか買ってなかったんですけど、今回このブラウンの色味がとっても可愛かったので買ってみました。正直タックワイドパンツはユニクロの方がいいんじゃないかなって思ってたんですけど、これめっちゃいいですね。侮ってました。シルエットがとっても綺麗で、着痩せ効果が半端ないです。ユニクロのタックワイドパンツよりは生地感が若干カジュアルかなと思うので、カジュアルなお洋服に合いそうです。今回私 S サイズにしたんですけど、もうぴったりでした。ウエストは本当に隙間がほぼないぐらいぴったりで、ただちょっと腰回りがタイトなので、これ以上太るともう入らないなという感じです。お尻周りは若干肉感拾うんですけど、それから下はあんまりわからないので、全体的に肉感を拾わないシルエットになってます。後ろから見るとこんな感じです。とにかくこのブラウンの色味がとっても可愛いので、この秋大活躍しそうな予感がしております。そして次が小物編です。リボンフラットシューズを紹介します。色味がブラックで1990円でした。ブラックとピンクとダークブラウンの3色展開になってます。ちょっと秋意識なシューズが欲しいなと思っていろいろ見てたんですけど、最近は子供とお出かけすることも多いのでフラットシューズをよく履くようになったんですよ。そしてこの3つの中でどれにしようかなって悩んだんですけど、私やっぱりポインテッドトゥーが好きで、フラットシューズでも足がスラッと長く見えるんですよ。なのでこちらにしました。素材は光沢のあるベロア素材になっていて、大きめのリボンが先に施されています。ヒールは約 1.5 センチくらいなのかな、ほぼないです。かかとがオープンになったタイプです。なので今の時期履いてもそこまで暑い感じはしないです。靴下やタイツとの相性も良さそうなので、秋も大活躍しそうな感じです。ベロア素材ではあるんですけど、そこまで重い感じはしないです。内側がゴムになっているので
そこまでカパカパしないですね。私は普段23センチのサイズなんですけど、こちらは S サイズで大丈夫そうでした。こういうフラットシューズは大きいと歩くのが地味に辛かったりするので、ジャストフィットのものを買った方がいいのかなとは思いました。はい、というわけで今回は秋まで使える GU の新作アイテム5点を紹介しました。このアイテム気になったよというのがあればぜひコメントで教えてください。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。